日本政府、韓国政府を格下げ、安全保障協力で。読売新聞によりますと、日本政府の2019年版防衛白書の原案の中で、韓国政府が格下げされたことが明らかになりました。こちら、安全保障協力を進める国地域の紹介順について、前年より降格された模様です。さらに、日韓関係については、 自衛環境をめぐる韓国側の否定的な対応や、韓国海軍による自衛隊機への火器管制レーダー照射問題に言及し、再発防止を強く求めていると説明がなされました。この韓国政府なんですが、こういった事件だけではなくて、竹島を侵略しているという事実もございます。日本政府には韓国政府府にには、韓国対し、 このような韓国政府が引き起こしている様々な問題について、国民が納得できる形で対応を要求していただき、今後も韓国政府に対し厳しく対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。